待って、ぼやけてるかもしんない。これって真ん中に、いや、ぼやけてるのか、うちらの顔がそもそもぼやけてるのか。ああ、まあ、ぼやけてはいるよ、うん、うちら自体は。まあ、ちょっと近寄ってみる。近寄ってか、もうセンターに、うん、まあでも、あの、ちこやったところでもうぼやけてんだよな。マジぼやけてるから、今ちょっと、あの、今のところがその鮮明になったところで、何だったらぼやけてくれてた方が良かったかもしれない。はい、うん、はい、なんかやっぱさ、なんかあなたすごいセンターをなってるよね。ああ、これなってるように感じるだけ。いや、うん、もうそうかも。でもちょっとごめんなさい、まあ、いいか、うん、はい、ちょっとね、ずっとさ、こんにちは。はい、誰なのか分かんないかもしれないから自己紹介しときましょうか。うん、ごめんなさい。歌とは恋上の姉妹とチャランポランタンボーカル妹の桃と、はい、ぼやっとした小春です。はい、ぼやっと姉妹です。せーの、チャラチャンラジオ。はい、ちょっと今からね、今から、あの、今から小春と桃になる工程をちょっと見せてあげてもらえたら。そうなんですよ、2人ともちょっとまだお顔の方が、うん、全然できてない。そう、あの、出来上がっておりませんで、本当にできてないから、はい、うん、そうだね、あのね、うん、小春ちゃんにね、うん、もうまあこう長年さ、ね、あんたさ、唇1個なんだからリップクリーム何本持ってんの、いい加減にしてとか言って、うん、すごい言われる。散々言ってきたじゃん、うん、さっきちょっとおカバーの方を整理しまして、はい、私、うん、ちっちゃいちっちゃいバッグなのに、うん、物入れすぎてるからパンパンでもう閉まんなくなるんじゃないかって、うん、ちょっと不安な気持ちになったから、うん、ちょっとだけ整理したわけ、うん、したらね、すごい数のリップクリームが出てきて、何も言えないじゃん、何も言えないじゃんと思って。ちなみに何個ちょっと見せてよ。いい、え、小春ちょっとどうだろう、小春買ってるかな、ちょっと見せて。まず昨日ちょっと、はい、羽田空港でゲットした、あ、すごい、このカラーの名前が東京モモっていう。ああ、ね、それさ、色展開なに、昭和の小春とかないの。ない。え、このね、このブランドのやつ何本か持ってるんだけど、ねえ、なんかお客さんからもらうよね。もらったりとかもして。え、ね、それ小春の分も買ってきてくんないの、東京モモ、うん、東京モモでもさ、一旦つけてみてさ、うん、どんなもんかなと思って、で、今朝つけてみて、あ、ちょっと違ったかもって思ったんだけど、なんか今見たらじわじわいい感じで、いい感じ系なんだと思って。あ、じわじわいい感じ、いい感じになる系なんだと思って。そう、東京モモティントだし。あ、モモはね、ティントがいいよ。そう、ティントがいいの。でも朝急いでね、これだけ塗ってきたわけ、うんうんうん、したらちょっとだけはみ出してて、うんうん、オーバーラインになってて、うん、ティントだからもうさっき一生懸命こすったんだけど落ちないわけ。あ、すごいからもうすごいオーバーオーバーな感じ。これね、フジコ、うん、これも最近ね、あ、これも羽田空港でゲットした。ああ、そう、これも羽田空港かもお前どんだけ羽田空港大好きなの。小春全然、小春羽田空港なんかで買わないかも。なんとかすれば、あ、待って、ちょっと小春もじゃあリップ出そう。ケイトのね、リップモンスターはね、はい、憧れの日光浴、私の好きなカラー。もう売ってない、もう売ってない、もう終わるやつでしょ。終わった、終わった、ネットでは買えるらしい。あ、そう、あとこれも羽田空港で買った、チュルルングロスお泊まりピーチ。お前じゃん。はい、ちょっと待って、小春、小春、ちょっと待って、小春、どれくらいあるかな、ちょっと見たい。これまだつけてない、昨日買ったから、羽田空港で。小春、どれくらいあるかな。フロム&の、はい、ね、ティント8番、ジューシー。はい、小春、ね、小春、ジューシーなんとか。小春もいっぱいあるよ。アップルブラウン、ね、ほら、せっせこ、せっせこいっぱいあんだから。これ小春もビスある。はい、ビセの色のやつね、うん、これクラク、ク、あ、クラランス、クラランス、うん、クラランスのリップコンフォートオイル、オレンジの。これもね、美味しい。グレースフィルムルージュ、これ結構いい色ですね。フィー 3D ボリューミンググロス、はい、はい、ボビーブラウン02番のソルベ、はい、ボビーブラウンのなんか茶色、
あ、これナーズ。あ、これこの間いいねって言ってたやつね。ナーズソフトマットティント、はい、ティンテッドリップバーム、うん、はい、でキュレル、はい、これね、いい、はい、キュレル、ね、いいんだよ、はい、これキュレル何番なんだろう、はい、何番とか何番、これクラランスね、はい、いいね、はい、わかんないけど、この中ブラウン、オレンジブラウンっぽい感じ、はい、他がだからほんと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 バッグに入ってた。ああ多すぎ多すぎ、うわ、これがかわいい、これこれリップかわいい、うん、それなんか違う色もありましたね、うん、あなた家に、はい、これシャネルのかわいいね、これチークにもなるやつ、かわいい、これいい、え、すごくいいよ、うん、ダメ、いい、ダメ、せーの、チャラチャンラジオ、いいって言いかけたよね、ちゃ状態がいい、なんだろう、状態がいい、物がいい、いい、ねえ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 、待って待って、根が張るやつをさ、そのさあのゲランとかさ、なんで根が張るやつばっか取るの、おかしいでしょ、これゲランのね、これ前言ってたゲランの、これ前言ってたやつ、ほんとにマジでねー、かわいい、うん、これはこれうちらに向いてんね、ほらチークもできるしリップもできるしみたいなやつだから、うん、ほらまあチークもできるしリップもできんないよどれも、まあ実際ねもうやってんの、極論そうなんだけど、もう、うん、もちろん極論そうなんだけど、ほんとに、うん、まあそんなわけでね、うん、ちっちゃバッグに9本の、うん、ほんとだね、いっぱいだね、リップが入っててびっくりしたって話、はい、普通のリップもあるよ、ほら私はもう最近の、うん、あの化粧ポーチはほんと蓋が閉まらなくて、結構最近に新しくしたのね、最近に新しくしたの、新調したの、これでも新調したの、なんか結構新しめでしょ、シワとかがまだ、うん、これだってこのここのあの模様のところも結構かすれてくるわけね、使ってくると伸びたりとか、うん、でカバンで擦れたりとかして、うん、でもこれまだ擦れてない、結構擦れてない状態のやつなんで、結構その入れたいものがこの1個が大きかった、このナーズのこのパレットとかすごくいいわけ、このツヤツヤになるわけ、はい、これもどうしても入れたいと、はい、ね、いろんなこの、うん、いろんな要望に応えた結果閉まらないという、うん、よかったね、本当に閉まらない状態で、ね、メッシュの入れ物とかにしたらいいじゃん、中身が見えるようにさ、メッシュって何、メッシュ、メッシュ、メッシュ、うん、あ、メッシュね、うん、メッシュね、確かに昨日それこそなんかメッシュっぽい、こういうなんかトラベルポーチっぽいポーチ、うん、パワパフのポーチをさ、うん、もらったから、あ、そうなの、それもね、確かにそれにすればいいかも、そのメッシュがいいよ、でもね、結局これがね、やっぱ一番なのね、だっていろんなポーチ使ってきたじゃん、うん、そうね、やっぱグッズでポーチも出してるから、それも使ってるの、それも使ってるの、だからライブの時は、うん、それと、それも持ってくる、あ、そう、うん、なんかね、この一軍たちをやっぱこまめにこう入れ替えるにはやっぱこのポーチが一番、なるほどね、いいんだよね、はい、一個単位がだから金のちょっと考えたいところではあるんだけど、はい、結構頑張ったら閉まるみたいな日もある、うん、あ、結構いけるかも今日は、あ、いけたわ、この二重の、この二重の締めるジッパー、うん、ジッパー、うん、締めるところがあるから、上の部分だけは締められる状態だ、うん、今、あ、本当、今は、うん、いいね、結構調子いいわ、はい、まあはい、そんなこんなで、うん、これを最近くるみにもらった、永田くるみにもらったこのハロリって印字されてる、このなんか前髪のためだけしか使えないあの櫛、可愛くない、この存在自体が ね、ちっちゃいね、うん、お前カバンがちっちゃいからそれぐらいのサイズでいいんじゃない、そう、まあ、そん、はい、まあ、そんなね、はい、こんなわけで、うん、さあ手元に届きました、そう、じゃーん、あ、今日からだ、そう、今日からだ、そうです、せーの、チャラチャンラジオ、すごいいっぱい入ってんですよ、グレーさんのアルバム、はい、今回バックトゥーダ、私が、私めが、はい、
コーンアレンジと小春目があのこの画面のあちらの方にいる、はい、おかぴさんもそう参加目をしてまして、あ参加目参加目してますね、本当に参加目めっちゃ良かったですね。てかなんかあのレコーディングの日含めて良かったよね、あの一日が本当に良かった、ね、ちょっと本当めっちゃいい匂いめっちゃいい匂いして本当に、ね、そのやっぱりでももう本当にあのうちらも多分極力努力した方がいい匂いってこんなにテンションが上がるんだと思って、うん、こんなに初めてだった、こんなに他人をいい気持ちにさせるのって思って、レコーディングいい匂いにしよう、やっぱりね、そうそういうのって出るし、ちょっとレコーディングいい匂い、心のきらめきみたいな、いい匂いにしよう、ちょっといなんか、オッケー、うん、空気大事なんだと、うん、そのもう本当に物理的な空気本気の空気大事なんだと、そのなんかまあ雰囲気の空気もあるんだけど、いや私はねあの参加してないのでね、はい、あのその話でしか聞いてないんですけど、はい、それがやっぱ音にも影響出てたんだろうなと、そう、うん、もうね最後にふさわしいなんかこう温かい気持ちになる、うん、保温でね、なるほどね、そうなるほどね、うん、これだから今日ですね、はい、今日が発売日、うん、2024年10月9日はい、これ全14曲入りのアルバム、そしてこの私が今持っているのは DVD 付きのね、うん、だからディスクが2枚入ってるバージョンのやつですね、この分厚くて、うんうん、でこれをこのアルバムの一番最後の曲、うん、そうなんです、バックホームうん、With Mrs. Snowman という曲を小春ちゃんが、はい、本アレンジ、そう、はい、そうなんですよ、いたしまして、はい、演奏もして、カンカンバルカンのそう皆さんが参加して、小春ちゃんもアコーディオンで参加して、うん、そう、みんなじゃあチャランプランタンサウンドってことですよね、つまりはさあサウンド、その、うん、なんか、うん、本当にすごいチャランプランタンのこと聞いてくださってて、もうすでにすごいよね、で、まあ、だってそのほらこのね、うん、もうメンバーの皆様自らちょっとチャランプランタンのあのブラスの感じが欲しいねみたいに なった、そんな会話してるのって話でしょ、うん、そうなんです、すごいね、ちょっと中は見せられません見せられません、そう、もうでもねすごいことだよね、いや本当だよ、だってだって、うん、あのもう一番もうこのチャラチャンラジオ見てる人たちのやっぱ一番の衝撃、うん、こう聞いて衝撃あれするのはやっぱ久志さんが蛇腹談義を見てるってことですよやっぱり、ね、ポイントとしまして、久志様が、そうですよ、だってあの初めて会った時に蛇腹談義の人だみたいな感じだったのマジで、久志さんさ今日今昼間の番組に出てたんだけど、うん、昼なんです、うんうん、かっこよかったです大事な情報すごい大事な重要な情報ありがとう、だって今日がだって発売日なんだもんね、せーの、チャラチャンラジオ、そうだよそうだよ、うん、ごめんなさい、もう今日が発売日とかいうちゃんあのね、これを話そうと思ってたのよ、うんうんうん、今日は話そうと思ってたのに、その手前でちょっとすいません、私のもあのそうだね、本当にそんなの一番いらないし、一番いらなかったわ、あとなんかこんなに喜んでてなんかいい匂いだったって言ってる時の自分の顔びっくりしたの、そうで、びっくりした、もうびっくりした、もうちょっともうちょっとできてない状態で言いたかった、ちょっとちょっとあのもうちょっとできてから言おうかな、ちょっとうん小春、ちょっとすいませんちょっとね、私もまだリップしかつけてない、本当にびっくりしたわ、うん、本当に最悪ですね、本当に最悪で、まあまあそんなね、うん、楽しみですね、しかもアルバムの一番最後の曲でさ、そう、うん、やばい、すごいですよ、いや本当にあの5月に発売されたあの椎名林檎さんのアルバムも最後の曲、うん、もう参加しててさ、ちょっとうちら最後キャラだ、うん、何なの、まさかの光栄、立て続けに最後キャラなんですよ、ですね、そう本当にこんなことってある、いやだってねやっぱさあの何枚も我々 CD ね、まあ、うん、オカピーさんも作ってるじゃないですか、うん、多分だけど
一番最後が一番重要じゃない、うん、そうだよね、たまあ多分だけどね。いやちょっと多分だけど分かんない。いやなんか1曲目ももちろん重要ではあるんだけど、うんうん、まあそうだよ、1曲目もそうだけど、でも全曲重要なの大前提としてあり、うん、まあまあまあそうだけど、うん、でもやっぱ最後ってすごく多分重要な気はするんだよね。そう、そうなんだよ、そうなの、うん、だからね、そんなそんな最後の曲ですよ。いや本当にね、うん、そう、しかもなんかこう時々あのこのチャナポナタン活動してて時々あのオファーが来るあの種類の中であのカンカンバルカンの音が欲しいっていう、うん、あのオファー来るよね。だって前もほらだってその何カンカンバルカンがいるのでもうコラボしたいとかなんかレコーディングでもカンカンバルカンの音でとか、うん、カンカンバルカンセットでなんか出張のなんか仕事あるよね。だって小春がいないブラスだけで出張もあるもん、うんうん、だからなんかあのサウンドっていうのが多分、うんうんうん、そのうちらの中では馴染みはあるけど多分そのなんかこうあるんだね。そうあのこのカラーが、うん、全国的にはあのそのオリジナリティ溢れてんじゃない、ね、と思うわ。その、うん、ちょ自分たちではそんなになんかこう意識しちゃいなかった。アコーディオンと管楽器って組み合わせじゃない、多分アコーディオンと管楽器の組み合わせ、うん、すごい個性的なんじゃない、管楽器だけっていう。そうね、うん、いやそれもそうだけどでもカンカンメンバーだけでも行ったりするんだよ。そうなの、うんうん、そうね、そうだからいろ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 なところに、でもびっくりした、なんか今回さ最初、うん、マネージャーさんから連絡来てさ、はい、内容のところになんかグレイって書いてあって、うん、あれこれ私が知ってるそうだよね、私たちの知ってる、そうだよね、うん、だってあとさちょっとちゃんと読んちゃんと見ちゃんと見たらグロいとかさなんか名前が違うかもしれない。ちょっとほら、ね、ちょっとだけ似てる、ね、グライみたいな、そう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 、それまた全然違うアーティストの可能性もあるよ、ある中であるよ、一番すごいよね。そうなんだよ、そう本当に結構あまりにもさ、なんていうかこう遠いところに居すぎちゃって、そう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 、ね、逆にだから本当に、うん、あの遠すぎて あの呼び捨てで呼ぶみたいなやつ、そうだからほらね、あのミッキーマウスさんって言わないじゃん、ね、ミッキーマウスさんみたいな感じだったのよ、やっぱなんか、うんうん、あのグレーがぐらいの感じだったじゃん一番最初。そうえみたいな感じ、あのグレーみたいなそうだ、だってグレーってあのグレーもうミッキーマウスじゃん、だってそんなわけがないみたいな、あのもう、うん、そうなのよ、知ってるグレーなわけがないみたいな、うん、もう普通にあの、うん、多分みんなと同じぐらいの感じだよね。あのもうだって実際うちらも会ったらさ、肉眼で存在してるんだみたいな感じだもんね、やっぱ、うん、しかもこの間あのランタンサーカスってあの7月にやってたね、あの品川 あの劇場でやってたサーカス、はい、うん、あれもタクロさん見に来てくださって、そうラジオでもそのが話してくださって聞きました、聞きましたよ、そうここ10年の中で、そうここ10年の中で、あの一番良かった感動したライブって、ライブって、せーのチャラチャンラジオ。10年って結構たくさんですよ、うん、いやすごいよ、そう本当にすごいよ、ね、嬉しいね、ほんと。なんかその、しかもさ、え、これって言っていいのかな、何、え、ライブが終わった直後に、うん、本当にすぐ後に、うん、長文の感想を送ってくださって、そう、そこにもそういうの書いてくださってたのね、そうそうそう、で、え、何、嬉しいみたいな。しかもそのさ、見終わってすぐ感想をくれるっていうのが、やっぱすごいなみたいな、みんなで感動してたんですよ、そう律儀ですよ本当に。したらね、うん、あのラジオでも話してくださって、え本当なんだみたいな、いやそうそうそう、うん、本当だった、すごいね、すごいよ ねなんか感動した、そのいやもちろんそう言ってくださるのが感動なんだけど、うん、そのね、すぐその、ね、また見に来てもらって11年目以降もその最高だったって言ってもらえるちょっとライブをね、またじゃあ次も考えないといけないですね。そうですね、うん、これからもね、これからもねちょっと頑張んないとね、うん、ステージの上からあの、
っぱ背がすごいさ高いしすごい存在感があるからやっぱ見えたりするのよ、うん、あの見えたのよこっからさ、うん、でさあのももとかはさ全然お客さんの方さそんなにこうあの見てなんかこう印象何こう、うん、まあみみ、うん、そうね見てるけど見てるようでそんなに見てない派じゃん、うんうんうん、これ結構見てる派なのよ、うんうん、あのパッて見たらあの一番盛り上がったところで、うん、あれで普通にスタンディング立って、うん、あのずっとあのアコーディオンのあのセンスをねアコーディオンのセンスをイエイエイしてたのよ。すごいよね。あのそんなそんな未来来るって思った。アコーディオンのセンスアコーディオンのセンスこうやってやってるんだよ。だってチャランポのセンス、ね、そうだよ。あの背が高いから、見えたんだよね、そうなの。すっごいよく見えたのよ。そう座り席なのにもかかわらずだよね。そうそうなの。座り席なのに一番盛り上がってるところで立ってくれてね、あのアコーディオンのセンスをねふよふよさせているっていうあののステージの上から見る人生が来るとは思ってなかったから、もう本当にあのちょっとねその場で本当はみんなに言いたかった、ちょっとみんなみんなみたいな、本当はもうみんなに伝えたかったんだけど、そうっていうね、あのすごいよね本当に本当に。そんないつ頃レコーディングしてたのか私は忘れちゃったけど、いつだったっけな、なんかやっとねそう言えてニュースも解禁されて、はい、CD も本日発売されてよかったですね。よかったです。ようやく皆さんに届くんだね、うん、ねえ、もう こんなにね、あのもうすぐ言いたがりのあのねえもう口が、うん、軽いんじゃないかっていうね、って思われがちな我々がね、もう本当に、うん、今年は結構黙ってなきゃいけないことが多くて。結構黙ってたよ。え、何個ぐらい黙ってなきゃいけなかった？結構黙ってた私、いろんなこと。そうだよね、うん、だって椎名さんのも黙ってなきゃいけなかった問題だったし、黙ってたあのリリースするやつね、うん、結構黙ってなきゃいけなかったですよ問題あったよね、うん、かなり黙ってたと思う。そうだよ、だってやっぱ人のリリースっていうのはうっかりうちらから言ったもんにはもう本当にね、あのもう言うとかいう選択肢ないしね。ないよ、ないない、うん、本当に匂わせだってしないよ本当に。しないよ、もう絶対しないよっていうね、うん、だってあのこの間のあの何あのほら モンスターのさ、はいはいはい、モンスターズインクじゃなくてモンスターズインクは違います、モンスターストライクね、はい、ストライクさんの方ですね、うんうんうん、そちらもあの漏れてはならぬ案件だったから。そうだよね、もう本当にあんなにもう船の上にいたのにもうまだ言ってはならんのかっていうね。だから結構言ってはならん案件今年すごく多いんですよ。そうそうなの、うん、だから まだ言ってはならん案件ありますから、もう皆さんあの本当に何を言ってはならんのかワクワクしといてください。別にうちらがそのそれの前になんか漏らすことはなかろうでしょうけども、うん、本当にまあ楽しみがたくさんあるということですね。まあとりあえず今年決まってるライブは皆さん見に来てもらって、はい、それがいい、うん、それがいいと思います。なんかね、もう言うてももう10月入って、そうなの、もう今年も終わるのかという。いやなんかさ本当にさ7月ぐらいから今年終われるのかなと思ったんだけど、ちょっと15周年だから15周年始まってから、うんうん、今年終われるのかなとか思ったけど、普通になんか結構年末に向けて着々と進んでいくね。終わる。今年はもう夏これでもかってくらい遊んだんで、秋冬と結構忙しくて、はい、そうちょっとねもう取り返すかのような感じでライブ大道芸やってきますけど、ここから、うん、そうね、体調崩さないようにしないとね。今日めっちゃ寒くね、急に。そう寒いの、みんな気をつけてマジで、うん、せーの、チャラチャンラジオ。そう、こんな大事な話をする回なのにさ、顔を、そうね、顔を先に作ってから始めたらよかったよね。まああの一応なんかもうちょっとしたらみんな認識してくれると思うからあれなんだけど、うん、もうほぼほぼだよ。うん、ね、えらいできてるよね、こわちゃんも。いや、まあまあ、あの着々と進んではいるよ。はい、ね、これさ、昨日さ、取りに行ってくれたんでしょ、これ。そう、お洋服新しい。そう、あれなんだっけ、
忘れて。ノン東京。違う。そう、ノン東京なんだけど、これってなんだっけ。そうだ、展示会だ。展示会でやっぱ買うと本気で忘れちゃうね。何を昔買ったのかなんて、何これ、覚えてないよみたいなのが、うん、なんかいっぱい出てくるのよ。見せ何それ。これ袖。あ、袖ね、やこちゃん好きな袖ね。袖付けようぜの袖ね。やこちゃん好きなんだよ袖。袖付けようぜなんですよ。もともとついてたんじゃダメだったっていう。付け袖を本当にこはるちゃん好きでね、うん、あとなんかほら、もともとつけなんかおかみのなんか首に巻くやつとちょっと似てる。本当だ。そういうなんか持ってなかった。持ってんだよね、うん、まあ持ってんだよね。ごめん持ってるんだけど。持ってるんだけど、うん、持ってんだけど。2024が欲しいじゃんだって。2024、そう。でも一つ言えるのは、小春がこのサイズに何が入るっていう、ちょっとそこが。確かに。リップ入れたら終わってしまう。リップだけじゃん、もうこれ。でもいいよ。じゃあこれを持つことによって、減らそう。いや、これにプラス、多分でっけリュック。とプラストートバッグみたいな。ギャリーそうだよ、ガラガラ。うん。もういつもなんか家出みたいになっちゃうんだよな、これマジで。なんでだろう。ちょっと聞きたい。みんなに聞きたい。みんなに減らす方法。教えて。周りの人は助かってるけど、何でも持ってるから。そう、なんだよ。なんだったら人に貸すコードいっぱいあるしね。コロコロとか。めっちゃそう、コロコロとかもあるし、もう。延長コードみたいなやつ持ち歩いてる。あるうん。タップ、いっぱいつくタップみたいなやつもあるから。まあ、別にみんなのためにね。だから、みんなのマネージャーみたいな。うん。なんか、何の職業って感じだけど、まあ、本当に。さあ、まあ、そんな。こんなで、私はもう顔完成しました、うん、あ、すごい。熱。ちょっと熱くなったよね、盛り上がったから。はい、そろそろね、まあね、うん、そう、そんなこんなで皆さん CD ショップに走ってください。はい、バックトゥザポップス、グレイさんの新しいアルバムをゲットしてもらって、はい、最後の曲で、うん、チャランポランタンのサウンドをほのかに。ほのかなのか、何なのか。ほのかではない。がっつりだ。うん。え、じゃちょっとさ、ね、うん、今さ、ちょっと流すから、ちょっと感想だけ、ちょっとヘッドホンで流すから、なんか、この身内にもだって、身内にも情報流れてないからね。そうだよ、流さない派だからね。うん、やっぱ、身内が一番怪しいから。怪しいそんなこと言うたら、ここが一番怪しい、うん、ここが一番怪しい。でもなんか結構ももの解禁前のことはね、小春はね意外と聞かされてんの。なんでか分かる。友達いないから誰にも言わないのよ。はあ、でも情報はねもちろん知ってますよね、うん、その音をねまだ聞いてないっていうだけで。 あれ待って、小春のさ携帯はどこ行ったっけ。ん、なんかでかいの連絡した。なんであんなでかいものをすの。え、まあ、でもさ、もうさ、流しちゃって、うん、あった、はい、そこを別に、ん、あ、はい、どうぞ。音を流さなきゃいいんじゃないと思ったっけ。それもう大変だから、はい、はい、どうぞ。はい、パコって開けてもらっていいの。これ人のイヤホンつけちゃった、うん、ね、耳クソ共有やだ。ああ、ごめんなさい。すいません。はい。あら？これ今、あ、はい、入ってる？うん。入ってる？そう思う。ん？うん。あれ？あ！あ！せーの！チャラチャンラジオー！あ！ちょっと待って。ポンって言ったけどね。間違えました。あ。はい、ポンって言った？こっち、あら？あ、ポン、なってる。え、なってる？うん、待って、イヤホンのマークついてる。あ、ついてる？ほんと？ねえ、ちょっと待って。せーの、チャラチャンラジオー。イヤホンのマークついてる。ちょっと待って。はい、じゃあ、今のでどうですか？うん。いや、感じたね。本当？うん。あ、ほんと？すごい感じた。本当、感じた、うん、ありがとう、イヤホン貸してくれて。うん、どう今のどう、うん、今のすごい感じたわ。みんな今の弾いてるよね、うん、今の弾いてるよね。
でーん、ね、そ今の弾いてたよね。おかぴも弾いてほら。すごい。どうだった？あんなに聞いていいの？どうだった？どうだった？どうだった？いや、やっぱ違うわ。え、すごい。最後の曲って感じでしょ、今の。うん、いや、今ので最後の曲って感じだった。すごい、したよね、うん、したよね。した。あ、よかった。これあとなんかその、うん、何年末、年の、うん、やっぱフィナーレ。フィナーレって感じするに向けての感じもあった。うん、する、あ、するした。え、今の小春がアレンジしたんだ、これ。あ、どう？やっぱ違うわ。違うよね。これぜひ皆さん、本当聞いてください。聞いて。私もこの後、ゆっくり聞きたいと思います。え、聞いてください。じゃあね、はい、あの今の続きを皆さんも聞いてもらって、はい、じゃあね、そんな感じで今からね、ちょっとあのそうですね、打ち合わせを始めたいと思います。そう、いろんなものをね、あのまた、あのおかぴさんから催促されないといけないっていうね。今ちょっと急にね、あの私あのコラム書いてないっていうことに気づいて、あ、うん、書いてなかった。私はこの間ね、書いたね。えらい、えらいね。はい、じゃあ書いたけど、締め切り過ぎてたけどね、書いた時点でもう、うん、でももう小春はもっと過ぎてるから本当にね、もうごめんなさいね、本当に、ね、もう本当にどうしてなの、どうしてか、はい、本当にね。まあそんなわけで、はい、まあそのね、うん、その文章もいつかどこかで皆さんの手に渡ることになるので、それは渡ることになるでしょう。またお知らせします。はい、はい、そんなわけで、うん、あのたくさんのリップたちとともに、はい、そしてこれあなた、これあなたね、 ありがとうございます、ね、はい、共にお送りしました。あ、はい、歌とアコーディオの姉妹とチャランポランタンボーカル妹の桃と姉はアコーディオの小春でした。はい、さよなら、また来週。いい曲だった。いい曲だった。よかった。もう一回聴きたい。あ、本当？うん、もう一回聴く。もっと聴きたい。あ、本当？じゃあもうちょっと聴きたい。じゃあ終わったら流しますわ。はい、はい、さよなら。さよなら。はい。はい。あれ、何、なんだろう。なんでだろう。繋がってる表示されてんのね。わかんない。ちょっと。ただ、何かしら。はい。